Boy. Yeah.
か試させてもらいますわ。さすが兄弟や、部下にええ教育しとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さ、行こうか。
どこに行く気ない？俺とお前の遊び場や。あそこは行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えんか。真島。あ？お前。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったらなんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口あわらぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんかった。真島、脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。兄弟、
Yeah!
あら、やるよ。どうしたんや兄弟、もう終わりなんか。もう終わりやっちゅうのか。兄弟、なんや。お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんやそいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。